2をコーディネートに合う成分を選んでます。どれにしようかなって。急に来ないでよ。私はねジャケットね羽織りたいんですけどね、ちょっと今ね合わせてます。こんな感じで合うお洋服を選んでおります。選んでいます。今は YouTube の撮影です。ストレートパンツ、これの撮影してます。ゆみさんどっちの靴がいいと思う？こっち、こっち、モデルさんの撮影日なので撮影の日には着用する商品すべてにアイロンを当てます。それもお仕事です。撮影自体は丸一日あるのでその日はもう丸一日、撮影の日として業務を行っております。はい。パソコン業務でコーデリストっていうものをやるんですけど、モデルさんの撮影日があって、それが終わった翌日とかにそのモデルさんが着用したお洋服が何だったかっていうリストがバーってあるんですけど、それを今作成しております。パソコン業務の時のお供はこれです。私が一番好きなお菓子、今セブンの素焼きアーモンドとメープルシロップくるみ、これ美味しいよ。でこれはいただき物の除菌スプレー、これシュッシュやりながら仕事してます。あとはインスタライブとかインスタに投稿した商品とかでどういったものがよく見られてるのかとか、どういったものが購入していただいてるのかっていうのを見れるデータがあるんですけど、そういうのもデスクワークの時にちらっと見たりしております。結構デスクワークもしてます、実はこう見えて。普段は、SNS 関係のお仕事ってなったら立ち仕事とかも多いんですけど、全然デスクワークもあります。インスタライブでどの商品を紹介するかとか、皆さんからいろんな企画をいただいた分とかをどれ使おうかなってこう企画を練っております。どの商品が何日発売かとか、そういうのも同時に見ないといけないので、発売されるものをちょこちょこチェックしてます。あと商品説明っていうのがねあるんですけど、もうちょっとで発売される商品、こういう商品ですっていうのを実際スタッフが目の前でこう切って、こういうディティールでとかこういう素材使っててとかいう説明会みたいなのがあるんですけど、それも見てこうどういう風にこう紹介するかみたいなとこ内容は決めてます。今日は SNS インスタの更新をしてます。写真を昼間に撮って、で、それを写真をちょっとだけ編集してインスタに夕方とかそれぐらいの時間帯とかに上げてます。1月に行われる伊勢丹でやる、ポップアップのレイアウトを考えております。で今日はインスタライブの準備の合間にノートパソコンを使ってそのレイアウトをエクセルにこう落としながら作業を進めております。今日はインスタライブをします。はい、インスタライブのお仕事、インスタライブの準備とかいろいろするのに大体30分から1時間前ぐらいから用意とかを始めております。ライトを設置したり、着るコーディネートを決めたり、見上げる元の資料を準備したり、もろもろ部屋作りからスタートします。そうです。
じでーす。こんな感じで撮ってまーす。プレスのお仕事、こんな感じでした。次のシーズンの流行りのものとかいち早く知れるっていうのはすごくありがたいお仕事だなと思います。あとはお客様と触れ合う機会もやっぱり多いので、リアルな声を聞けたりするのもすごくやりがいにつながります。自分のこう好きなジャンルのことに関してお仕事ができるっていうことにやりがいを感じます。やっぱりプレスはお客様とも関わるし、外部の方とも関わるこうお仕事、まあ、プレスっていうのはブランドの顔として立つので、そういった方と関わりながらお仕事するっていうこともすごくやりがいを感じます。でも引き続きピエロを知ってもらうよう、知ってもらえるような機会をもっと増やしていきたいなと思います。はい、なんかもっといろんな人に知ってほしいなっていうのはあります、うん、とか、まあ、その今は SNS だけですけど、他にもいろんなツールとか、ポップアップとかもね、リアルもあるし、確かにポップアップとかも通してピエロを知っていただける機会があればいいなと思っております、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、さよなら。